よく聞け。この学校は今未曾有の危機にさらされており、宇宙規模でとんでもないことになっているようじゃ。え、マジですか師匠？宇宙規模って？つまりこういうことじゃ。この大宇宙は天界と不界、そして我々のこの世界で構成され、それらは本来次元の壁で区分けされておる。ところが何者かが暗黒魔術と爆薬で不界とこの世界との壁を破壊してしまい、不界の淀んだ正気がこちらに流れ込んでいるようなのじゃ。お主らの旧友たちはその正気を吸って不死の存在へと身を落としてしまったのじゃ。この事態を招いた張本人はこの世界と不快とを永久につなげてしまおうとしているのかもしれん。比喩なき惨劇となるじゃろうな。あいにくゾンビに身を落としたものを元に戻す方法はない。我々にできるのはゾンビどもを一掃し犯人を止めることだけじゃ。それが使命じゃ。ちょっと、何がどうなってんの？やらないでよ！本当にもう、どういうことなのよ！行くわよ！信じらんな！せっかくの誕生日なのに、サーベルさえ遅刻なのに、グロいし邪魔だし、マジで最低。バスケットボールタイムリミットは3分間、負けたらドッカーン。ああ、試合始まってる。ゾンビバスケットボール、タイミングよくゾンビを倒してどれだけシュートを決められるか。試合はすでに一方的な展開。今度は何なんだよ。スリーポイント。いきなりバスケって何それ。言っとくけど僕の頭をボールにするなよ。一丁やりますか。スリーポイント。
バッターはジュリエット。プレイボールってとこね。チェンソーブラスター、チェンソーブラスター、やったブラスター、チェンソーブラスター、ブラスター、まとめてしまった。もうとろけちゃうよ。クールホームランだ。ブラスター行くよ。こいつ楽しいな。チェンソーブラスター、特大ジャンプ行くわよ。魔法開始。めちゃくちゃかっこいい。クール。しっかり歯を食いしばっといてね。いい感じ。もうとろけちゃうよ。クール。お尻噛んでるわよ。ごめん。その面ぶっ潰してやる。止まんねえぜ。いやてめえの命は俺様のもんだぜ。朝にかく死にかけたチアリーダーの匂いは格別だな。おい、いやとかハムスターとかいじめてるわけ。ほんとマジで最低のトサカパンダ野郎ね。勝負の時間だ。バカ女だ。チャンスがあれば切るんだ。このままやっちゃう。ハッハッハッ。てめえのトラップ行ってくぞ。やっちゃう。クソブタ女。このまま死にやがれ。パンクパンクイッス、軽々飛び回るなよ。やっちゃう。死ねえクソ女。もうそこにいるよ。すごいよジュリエット。効かねえな。ちょっとだけ行っちまったぜ。クソが何だよそのトサカ。鶏ごっこのつもり。